なったね。 なったね。
こう。いけ。くらえ。やあ、私だ。
お互いアンダーゼロの騒ぎには巻き込まれずに済んだようだな。さすがは、私がビジネスパートナーに選んだだけのことはある。小坂明を倒したと聞いたよ。おめでとう。これまでの情報提供の謝礼代わりに時間をもらおうか。まだ私を疑っているのであれば来なくても構わない。だが自分のアカウントがどうなったのか知りたくはないのかね。小坂のところでは見つからなかったのだろう。待っている。本当バカなんだから。よく来てくれた。紹介しよう。彼らは元デモンズのメンバー。ジミー・ケンが敗走した後、ザクソンによるデモンズの残党狩りにはアンダーゼロの騒動にも巻き込まれずに行くのですが、屈指のハッカーでした。ここからはデモンズの再出発。愚かな指導者、エーデンの守護者を拾うザクソンの蛮行により、デモンズは解体された。だが膝を折るのはまだ早い。エーデンを真に導くのは、やつらではない。この私だ。この剣が、諸君を正しく楽園に導いてみせよう。ついに私たちの時代がやってきた。まだ虐げられていた私たちが、エデンに新しい秩序を作る。どうだろう。いつだか真の伝説の始まりだ。ジミー・キャンのような長いものの伝説ではない。このままの話は続きをしようか。君は私はこう答えが出た。なぜ君はアカウントを狙う。私はそれを確かめるためずっと君に協力してきた。なぜか。君は私だからだ。君は一体何者だ。なぜ私の名を名乗る。なぜそう断言できる。エデンにログインし記憶を改ざんされているのだとすれば、君の肉体が持つ記憶だって当てにはならない。自分が気づいていないだけで、君は君ではないのかもしれないんだよ。わからなくなってきたようだな。それが何よりの答えだよ。これは特製の電磁の檻だ。精神データが監禁されログアウトできなくなる。君が何者なのか白状するまでそこにいてもらおう。私以外の私にこれ以上余計なことをされても困るしね。
悪あがきはしないことだ。そこでは一切の通信も遮断される。何、もし一生出られなくても現実世界ではエデン症候群として処理されるさ。君に本当に肉体があるのだ。ケイ、誰のことだ。俺が、俺こそが。大丈夫？何してるって？君に何かあったら助けるよ、エリカに言われてたの。だからずっと背中にくっついてたってわけ。偉いでしょ。通信リンクの存在は、ああ、そっか。私とエリカはエリカの記憶サーバーを共有して回線。そういうこと。ケイご自慢のその折も私の記憶サーバーのプロテクトにまでは干渉。また一人で動いた。私がワームモンを送ったからよかったのに、ね、そうじゃなかったらどうするつもりだったの。正直、反省の色が見えないんだけど。素直でよろしい。ちょっと待って。今、その檻を解析する。Kは、エデンのマップを書き換えて檻を生成してるの。一人のハッカーが、こんなことまでやってのけるなんて。デジモンを遠隔操作した件とは、こいつ、間違いなくレジェンド級のハッカーだよ。どうして今まで名前が聞こえてこなかったんだろう。何？ひょっとして、Kが言ったこと、まだ気にしてるの？前にも言ったでしょ？あれは、君を混乱させようとしているだけだよ。納得できないなら、証拠を見せてあげる。ラーメン、やって。はーい。これがエデンにあるエリカの記憶。私を中継してサーバから引き出してるの。私たちだからできる特殊なゲートってわけ。自分の記憶に自信がなくても、他人の記憶の中に自分と同じものがあれば、少しは安心できるんじゃない？自分の記憶が当てにならない気持ちは、少しわかる。私、岸辺が言ったように、私は現実とエデン、どっちにいるんだろうって。でも、君は違うでしょ。君の心や体は一つだよ。エデンにいたって感じるはず。今でも君はフーディエにいる。あの椅子に座ってる。
どう？少しは安心できた？終わったよ。さすがエリカ、話しながらハッキングも済ませてたなんて。当たり前でしょ。普通の人とは処理速度が違うの。私の頭はエデンそのものだよ。あ、てめえ、どうやってこの檻を破壊しやがった。逃がしたら俺が K にアカウントをぶっ壊されちまうだろうが。まずい、見つかっちゃったよ。 K に連絡されると厄介だよ。おとなしくしてな。閉まらないんだから。 K の正体なんて知らねえよ。数ヶ月前に突然現れて、いつの間にか地味犬の副官みたいな地位に収まってたんだ。本当に何にも知らねえって。頼む、見逃してくれよ。 K は失敗した奴にはマジで容赦ねえんだ。早く逃げないとアカウントを破壊されちまう。本当に何も知らないみたいだね。ワームもやっちゃ、任せて。そいやー、ぶやエリカみたいでしょ。エリカの記憶から学習したの。危険だね。そうじゃなくて、Kのこと気づかなかった？エリカが言いたいのはね、君のアバターを持っていたケイこそ、君のアバターを買った本当の犯人かもしれないってことだ。これまでケイがいろんなハッカーのもとに君を誘導していたのは、疑いの目を自分、それに穂坂を倒した時奴の様子がおかしかったって。君、もしかしたら穂坂もケイがアバターを遠隔操作していたのかも。デジモンを遠隔操作してくるような相手だもん。可能性はあるよね。奴は犯人を倒したと君に油断させておいて、君自身の精神データを、何のためかわからないけど、 K は君になり変わろうとしているのかもしれない。君を消そうとしたのがその証拠だよ。本物がいなくなれば、このエデンでは K
Kが君になる。気をつけて。奴はだんだん手段を選ばなくなってきた。何？そういうの真顔で言うとか本当信じられない。エリカすっごく喜んでるよ。うるさいの。あんたはまたそうやって余計なことを。もう用は済んだんだから早く戻ってきなさ。はーい。まったくもう。君もKに見つかる前に戻ってきなよ。あ、そうだ、掲示板に真田新からの書き込みがあったよ。メッセージを転送するね。お兄ちゃんとはまだ連絡が取れないし、君行ってくれば。この人ならお兄ちゃんが行きそうな場所に心当たりがあるかもしれないし、終わったら帰ってきてね。相談したいことあるから。